なかなか変わっちゃいますよね。そのベテランの選手の三平のボール、簡単に落としてエリア中、また三平が走り出す、うまく抜け出していった、チャンスだ、マイナスのボール、まだ加藤君の位置ずっといないですもん。長谷川が少しトリッキーなパスを出して関口が出てきました。鹿島陣内に入ってきました。シャドーストライカーの宮崎はドリブルが得意、いいターン、いい、取った、オフサイドない、シュート決まりました。いや、オフサイド、綺麗ですね、オフサイド。ビデオアシスタントレフリーは導入されています、このシーンです。そうですね、少しこう体半分出ていたようにも見えますから、す、ね、あとは最初少しこうオフサイドポジションから三平選手が下がりながら、はい、長谷川元気だ。
荒いワンタッチ、前を向いた茶月、左足アウトが出る、もう一度長谷川が落ち込んで奥同点。
ライバー、後ろに下げる、切り返して長谷川、左ふわりとしたボール、やりボール、2ボールだー、新井のクリア、長谷川つなぎます、野津田ワンタッチで立て、ここでリラです、ヒールで流して長谷川、チャンスになる甲府、逆のサイド関口もスピードアップしてきた、長谷川シュート、こぼれている、流し込んだ、甲府が先制、1対0。ボールが宮崎、シュートはどうだ、ここは長谷川のシュート、運ぶ、リラかわす、折り返した、追加点甲府、甲府は現在一軍同点のチャンス、長谷川が蹴ります、インスイングのボール、中央を狙ってメンデセット、これると面白いかなと、エリア内、飯島のクロス、長谷川決まった、カウンターから甲府先制、2試合連続のゴールです、
ただあのやっぱりシステムが一緒なんで、はい、玉際のその局面1対1のここあっとチャンスになって2対1から抜け出したシュート来た大阪が抑えてなんとかかき出していきました。いやー2対1の局面を作って際どいプレー最後は長谷川41番。両チームにとって初めてのコーナーキックになります。あーショートコーナーは短いのを使っていましたね。そして折り返しをもらってあーまたここもマイナスを入れたシュート来た先制ヴァンフォーレ甲府前半の27分デザインされた美しい形からセットプレー決めてみせましたヴァンフォーレ甲府 J2。 J2 甲府天皇杯初優勝。